というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。はい。さあ、最初からなんか喉の調子が悪いですけども、やっていきましょう。今回もゴックタンクランボやっていくんですが、まあ今何が起こっていると言ったら、こいつですよね。はい。まだ1枚目がクリアできていないんですが、なおかつちょっと今回 A ランク全部取るのもなかなか難しそうですね。っていうか、ちょっとこの10がまだクリアできてないんですけど、そのためにはとりあえずレベルを上げなきゃいけないなって思うんですよ。キャラクターたちをね。ただ、あ、こっちよりもこっちの方が見やすいかな。ちょっと、教科書がね、進化書かがまだまだ全然手に入ってなくて、65にできてるのがアシュラマンとブラックホールだけなんですけど、あ、あとバファローマンだ。だけなんですが、なかなかっていう感じですよね。はい。まあ、レベル上げないとちょっとそろそろ厳しいなっていう気はしてきたんですが、今んところストーリーでしか手に入ることもなく、なおかつ、この超進化書かな、やるためには50枚必要だと、進化書が。いやー、なかなか厳しい。本当にこれを手に入れるためだけにスタミナを使わなきゃいけないんですけど、今こっちの周回もしなきゃいけない。なおかつ、これの周回もしなきゃいけないってね、やること盛りだくさん、なかなか大変だが、あと5日で果たして取り切れるのかなっていう感じで、先にやっぱね、この夏子の水着大作戦の方をやりたいなと思ってるんですが、少なくともね、こっち側は取り切らなきゃと思ってるんですけど、まあ、そんなことはありつつ、ガチャが来たと。はい、マックスラジアルとテリーマ、サポート版のがね、来ましたよという感じでございますよと。これ引いていきたいんですがね、はい。まず、マックスラジアル、まあ見ての通りですよと。見ての通りで、まあステータスに関してはね、はい。まあ、ちなみにビッグザブドウと比べてみたんですけど、HP はラジアルの方が高くて、防御力はビッグザブドウの方が高かったですね。だからタンクの役割としては、まあどっちもどっちという気はするんですが、特質武器はそのスキルですかね。あ、まず特性として、関連の称号。味方全体の HP が最大 9% アップ。&敵全体の必殺技とスキルの余ダメージを 10% ダウン。これでかいんですよね。ビッグザブドウって、自分の、なんですかね、パーティーのパーフェクト超人に一体に次どうのこうのって感じなんですが、現状、まあそんなにめちゃめちゃ課金してない人ってパーフェクト超人少ないと思うんで、このラジアルであれば割とどのパーティーにも入れれるんじゃないかなと。味方がそもそもね、最大 HP9%、最大って何なんだろうか。とりあえず HP が 9% アップするっていうことなんでね。で、敵のダメージも減らせると。そして、スキル。サスペンションブーツ。敵単体に攻撃力 450% のダメージを与え、2ターン自分にデバフカード回避。これが強いですね。で、さらに2ターン自分の防御力 50% アップと。はい。このデバフカード回避に関しては、確率でなるもんなんで、星3のスキルカードで100ってことは、まあ、一番最初、普通にやった時に 30% ぐらいだと思うんですけど、これね、デバフカード回避はでかいんじゃないですかね。まあ、アシュラマンとかもメインアタックっていうか結構デバフカードね、ついてますし、今は多分、イベントやってる時にも思うと思いますが、オートとかでね、周回してると、まあまあ、座れますからね。はい。まあ、これが何ですかね、ブラックホールと似てるというか、ブラックホールの場合は、攻撃力、攻撃カードか。デバフカードじゃなくて、攻撃カードを避けるっていうことになってるんで、そこの違いがあるんですが、まあ、何よりね、この挑発の能力ですね。ドリフトタックル。敵全体に攻撃力 250% を与え、なおかつ、自分に挑発を付与すると。まあ、一応これ確率 100% ってなってんのが、もしかしたら、星1のスキルカードだったら挑発が入んないのっていう気はしてるんですけど、まあ、多分入りますよね。ブラックホールとかも入りますし、おそらく。まあ、とりあえず敵にダメージを与えながら、全体ですよ。全体に与えながら、挑発がつくのはね、タンクとしては相当いいんじゃないでしょうかね。攻撃力も、まあ、めちゃめちゃ低いってわけじゃないんじゃないですか。まあ、これもちゃんと見なきゃわかんないけども。で、必殺技はビッグラジアルインパクト。敵団体に攻撃力 900% ダメージを与えて、出血を付与。そして必殺スキルの余ダメージ 30% ダウンと。まあ、相手をどんどん弱くさせていくことができる能力ですね。これも強いと。はい。まあ、強いと思うだな。さすがに強いとは言い切れんか。そしてスキルカードが、あ、スキルじゃない、サポートカードがテリーマンですよと。これまあ、テリーマンこうやって出てきたってことは、今後メインキャラいる人たちもサポートで出てくる。逆にサポートしかいないのをメイン出てくるっていうことですよね。正義の2文字。装備者の攻撃力 30% アップ&装備者が正義超人なら1ターン目に限りリング内にいる場合のみ、自ターン開始に装備者の必殺技ゲージを3個増加と。正義超人であればめちゃめちゃ早く必殺技が打てそうなので、そこそこ強いのかなと思うんですが、現状僕正義超人の中ですげえ強いキャラを引いてないんでね、あんまり魅力に感じてないところありますね。まあ、どっちかっていうと、もう完全にマックスラジアルを使っていきたいなと。まあ、攻撃力4512というものが、果たして他と比べてどうなんだいっていうことがしますが、450。ああ、まあ、筋肉マンとかと比べても、そんな、やっぱあれですね、攻撃力とかに関してはさすがに劣るよねっていう。まあ、そりゃそうか。
まあ、ただビッグザブドよりはありますね。4500なんで100増加してるぐらいか。まあ、ただ防御力は負けてますが、HP に関してはマックスライジャーの方が勝ちっていう感じですね。まあ、サポートの方は別にどうでもいい。どうでもいいって言うとあれなんですが。っていう感じなんですよ。まあ、とにかくですね、今回僕はこのマックスライジャーが欲しい。タンク、やっぱこのゲーム、どうですか？タンク重要な気がするんだよな。今もビッグザブドのおかげでなんとかなったシーンとかもあり、とりあえずタンク役のものと火力役がなんとかなっとけば割とどうにもなるんじゃねえかっていう、まあ言い過ぎかもしれませんけど、最終的にはそこに落ち着く可能性もあるんで、ご利用し能力というか。なので今回はね、まあちょっと優勝ジェム8000と無償ジェムが6000かあるんですが、まあちょっと今回はマックスラジアに全部っぱしていこうかなと思ってます。まあ多分ね、今後悪魔将軍とか来るだろうと思うんですが、まあその時はその時ですね。今回はまあちょっとなかなか強そうな、なおかつね、このね、ゴテゴテしい見た目好きなんですよね、個人的には。まあブラックホール好きって言ってなんやねんみたいな感じなんですが、なんかこのタイヤがこの辺についてるとかいいですよね。ちょっとアニメまだ僕は見始めた段階で、始祖編っていうんですかね、ここのストーリーに関しては正直分かってないんですが、第1話だとかね、テリーマン、ちょっとこれになんかテリーマンじゃねえや、なんだっけ、あのスペシャルマンとか、あとジェロニモか、もうなんかどえらいことになってましたもんね、マックスラジアンによって。そんなことは置いといて、とりあえずやっていきましょうか。はい、まずは優勝限定1500円、そしてこのガチャね、すぐ終わっちゃうんだよ、気抜いてると。まずこの面から、あれ、あ、完成減りました、なんかそんな気がする、気のせいかな。このガチャの時なんかうわーっつって完成が毎回うるさかった気がする。なんか4人だけど金って、これどうですか。はい、まあ正直言ってもはやですよ、ここセリフが出ないことにはあんまり意味がないんでね、別にさ、あー、そんなうまくはいきませんか。いやー、早いガチャですね、終わっちゃいました、優勝限定特に何もなく。じゃあ行きましょうか、こっちとらね、マックスラジアル、20連目、そしてチケットも使わさせていただきましょう。できればここから光ってほしいが、光らないか、まあ、光らないでたらスキップしちゃう、ちょっとこの後見ますか。ここの先ね、ここでちょっとでも変化があったらいいんだけど、どうですか。はい、スキップします。うん、ペンタゴンね、ペンタゴンは強いからいいんじゃないでしょうか。それ以外は特にという感じですか。はいはいはい、もうどんどん引いていきましょう。これどうなんですかね、あのタクトっていうね、別ゲームをやってる時にはもうちょっと演出があるんで、ちょこちょこ楽しい感じなんですが、これもうすごいスピーディー、そして特に何か起こるわけでもない、演出を楽しむのは好み、さあ来いと思って来なかったらスキップだよね。本当に来ないね。スタッフさん曰くね、今のところでスキップをした時でも、セリフが流れるらしいんで、でもやっぱこのね、通路の時に虹になってくんないと、正直もうなんだけど、次のところここね、さあ来いよっつって、ドゥーン、お、2人からの金色は正直甘いよね、そう簡単にはいかないよね。 3% ものすごい勢いでジェムが減っていきますよ。別に構わないんだが、いやー、なるほどね。いや結構ね、このガチャ本当に何連しようが出なませんもんね、虹。お、これちょっと、あー、しよしよしよし、とりあえず動画回した甲斐がありました。うん、はい、アリサでした。いや、ちょっとねサポートじゃないんだよね。しかも多分アリサは持ってたんじゃないかな、僕。で、現状パーティーには入れてないんですよ。あ、そうか、まあ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 、虹が出ただけいいってことにしときますか。さよか、残り2500、2回、あと20連できますんでやっていきましょうか。なるほどね。いや、ブチブチだな、こりゃ。ちょっと嬉しかったんですけど。いや、アリサね、多分強いと思うんですよ。必殺技増加でしょ、なんかね、高難度とかやるときに使いそうな気がするんですけど、周回のときにはそんなに使えないからね、金色も関係ない。いや、もうどん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 なくなっていくぜ。さあ、ラスト10連でございますと。ここで出てくれる？そんな甘かないかい？お！来ました。いや、こういうことあるんですよね。やっぱ動画を回してるとね、なんかあるんですよね、こういうことがね。さあ、この先を。ここ、ここ、ここ、ここ。ドン！来た。さあ、マックスラジアのセリフが何かっていうのを見、そっちか、そっちか、そっちか、まあまあいいでしょう。とりあえずね、今回の、ピックアップのキャラは引けたよっていうことにしておきましょう。まあ最後ブラックホールも引けて嬉しいなーということで。いやー、でもどうせだったらラジアル欲しかったなー。はい。まあ一応ね、今70ポイント貯まりましたんで、あと130連か、すれば、まあ最悪交換できるんだけど、果たして美課金の僕が130連もするかっていうところなんだよね。まあ、正直ね、今回ラジアル回したんですけど、ちゃんともう200連分貯めて欲しい
キャラが来た時に回すっていうのが正解な気はしますよね。うん、なんか個人的にはそんな気がしますが、とりあえず今回はですね、マックラジオを狙ってみたら、熱き大切な魂テリーマンがやってきたよということで、動画が終了となります。まあ、せっかくだから、じゃあ超人、正義超人、うん、増やしますか、増やすっていうか育てますかね。現状誰がいたかな、本当に SSR キャラとか育ててないんですよ。正義超人こっちじゃないか、ここで見てるか。まあ、テリーマンと、まあ、ペンタゴンぐらいですかね。まあ、あとオーズマン、テリーマンか。とジェロニモ、うん、まあ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 頑張れば、あとそのブロックエンジニアもゲットしたからあげるのもありか。まあ、ちょっと、うん、せっかく引いたんで頑張ろうかなという気はしております。はい、まあ皆さんは今回のガチャの結果どうでしたでしょうかということで、今回僕はテリーマン引けたよーんということですね。マックスレジオ引けた人羨ましいです、おめでとうございます。ということで本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。